コディアックヒグマは、猫目クマ科に属する、哺乳類で、ヒグマの最大野種。アラスカヒグマとも呼ばれ、古い小籍では、その他にも、コディアックグマやアラスカアカグマなどと記載されていることもある。アラスカ半島沿岸部及び、コディアック島近辺の島々に生息する。体の大きさは、北極グマに匹敵する。体重は、メスが180から315キログラム。 オスが270から6 3 5ラム。成獣のオスは1年で平均4 8三5 3 3ラム。ピーク時には最大6 8 0ラムにまで増える。メスはオスよりも約20%体が小さい上に体重も約30%軽く6歳で成獣となる。体重は春に巣穴から出てきた際に最も軽く夏の終わりから。 秋までの間に2から3割増える。体長は大人のオスで平均2 4 4トル体高1 3 3トル体重7 5 1ラムの大人のオスの後足は4 6トルだった。大型のオスが後足で完全に立ち上がると高さ3ルに達する。飼育下における最大の個体はノースダコタ州。 ビスマークのダコタ動物園にいたクライドというナノオスで、1987年6月に22歳で、死んだ時には体重が9 6 6 9ラムその1年前ほどには1 0 9 0ラム近くもあった。2005年の個体数は3526頭、群島の個体密度は1000平方キロメートルあたり271.2頭となっており、ここ10年間で、 個体数はゆっくりと増加している。ありがとうございます。